さてさて、ドラキュラモードやっていきますか。ドラキュラモードじゃねえわ、これ。モディファイヤー消灯悪魔城ドラキュラモードか。期間が9月13から9月20。1週間かな。今回ね、なんかキラー結構大変って聞いたんですよ。前回キラーめっちゃ有利やった気がするんですけど。で、まあ今回、前と一緒かな。パークアイテム、アドオン使えなくて、で、キリめちゃめちゃ濃くなって、で、生存者殺人鬼の出す音が何も聞こえへんと。で、脅威範囲と痕跡が見えへん。抑制、これ見えへん。どっちだったっけな。これがあれだよな。今回から導入されてて。フェイスキャンプ対策の範囲が2倍になる。これもやってみんと分からへんな。で、暗闇の中やったら殺人鬼の与える恐怖が大きくない。これね、生存者瀕死状態になると燭台を落とす。なんか今回、ろうそくみたいなの追加されてるらしいね。で、フックから外されたら、我慢60秒。長っ。儀式では11個のチェスト。レア度が高いアイテムが出やすい。これ前と同じか。で、発電機の残数と進行状況、生存者のアクションが非表示。これも前からだっけな。すべての発電機の修理が5%済んだ状態で、修理速度20%アップ。これなんか前なかったな。修理速度20%アップ、結構早いな。2回し以上やったらめっちゃ早く作んちゃうかな。で、暗闇に、燭台が現れて希望の光を灯します。これが今回新しく追加されたやつか。モディファイヤー超と悪魔城ドラキュラでのみ利用できる。すべての生存者が手に持って儀式を開始する。儀式中チェストに追加の燭台が出現する。手に持つとキリを押し返す。まあこれあれかな、明るくなるんかな。なんか始まってもた。やばい、全部説明見られへんかった。まずいですね。あ、見えるわ。使用すると仲間の生存者のアクションも HUD に表示される。使用すると最も近い未完了の発電機のオーラが見える。発電機に置かれると32メートル以内の生存者全員にそのオーラが見える。発電機の修理を完了すると、発電機のオーラが15秒間、見えへんくなるんや。この効果は、修理の完了した発電機から燭台を外すと解除される。殺人鬼は発電機に置かれた燭台を。なるほどね。ちょっとやってみるか。見返らね、こんなスキンあんの。ただね、めっちゃファンキーな手引きおんねんけど、やば。さあ、やってみましょうか。おお。あれ、レディーなんかあったっけな。そういや、マップ新しいとこ結構追加されたんやったっけ。待って、いきなり発電機進んでんねんけど。まあ、そら蹴っとくよな。回す、いや、これ錯覚す。おお、回しとるやん、回しとるやんけ、回しとるやんけ。追いかけよっかな。これサバイバーって無音なんやったっけな。いや、めっちゃ粘りっこいやん。あ、いけるわ。オッケー。ねえ、こっちからはその釣ってる回数とかも見えへんねんな。発電機の進行状況とか。うわ、めっちゃ回しとる。やばい。まあ、とりあえずつけといて。これリージョン？ん？やべ、どこ行ったか分からん。しかもこれ、AFC の範囲20%、2倍か。だから結構むずいぞ。これ戻る？ん？回せる。お、回せる。いやー！ OK！ これキャッチとかも狙えるんかな？キラーによっちゃ。これでもステイン見えてますよね。ゴスペとかめっちゃ強そうちゃう。で、今これ1段ついたよな。これ覚えとかなあかんな。いや、これ、あ、おった。ああ、殺人鬼の方の見えちゃうんだ。あれれ、おじさん見つけちゃったよ。待って、我慢ステータスなっげ。
そうやった、ガーマンステータス1分間あるんだった。完全に油断していたよ。あが、ミスった。あっか、ミスった。ダメだ、これ壊さなあかんわ。そうか、我慢ステータス1分間もあるんだ。まあこれでトンネルできませんよってことやんね。なんかララちゃんおってんけど。うわ、ろうそくだわこれ。でもララちゃんそこいたないで。いたないんだよねー、そこは。あの、それ痛いかれるな。よし、オッケー。これ2台ついたからあと3台か。ちょっと待って、発電機の数覚えとかんといかん。そして、マジで長え、我慢ステータスが。これ1分間もあるん忘れてまうな。とりあえず近づっといて。あかん、残り2台や。まずい。まずいぞ。これろうそく灯ってん。おっと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 。はい、オッケー。この方はもうすでに1回釣ってますからね。これ脅威範囲なくなるだけやったら、これ背見えるっけ。これ背見えへんやったらマジ強いやん。どっちやったっけな。壊せるんかな。あ、壊せる壊せる壊せる。ただこれ我慢がな、狂乱から行った方がいいな。血の跡追いかけますか。狂乱で行って我慢して吐かせて。え、でもこの人って釣ったっけ俺。いや、この人釣ってなくね。あかんわこれ。いや待って、誰。ああ、君じゃないんだよ、君じゃないんだよ。だけどまあ殴っとくわ。これ残り2台っすよね。これ明かりどうなんだ。これあれだぞ、キラーに気づかれやすいから微妙かもしれへんぞ。どうなんだろう。さっさと発電機の上に置いた方がええんちゃうんかな。いや分からへん、俺サバイバーまでやってへんか分からへんけど、キラー目線めっちゃ分かりやすいけどな。まあ言うたら暗闇で戦っとる感じやから、その明るいものとかね、えそういうのヒントにしますもんね、この追いかける側としては。発電機バチクソ固まっとるやん。うわ、救助された。おっとおっと、でかい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 。え、いますやん近くに。え、この人やったっけ近くにおった。もう最悪やねんけど、この人かよ。俺この人殴れてると思ってたわ。失敗した。でも発電機、ああ固まっと固まっと固まっと。はい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 、あなたもうリーチですよね。そういやね。多分あんた見えやすいね。あんた見えやすいから行っちゃうよ。これめっちゃ見やすくない？あー、逃げ込まれた。そこ最悪だわ。もうあかん、釣られてるなこいつに。俺は泳がされてるんかもしれんこいつに。いや、これやれるわ。はい、ラストだったよね確か。
いやでもこいつの作戦なんかもしれん。複数回されたらつくかもしれん。やばい、俺こいつにはめられたかもしれん。まずい。壊しといて。いや、あんま回ってないぞ。壊しといて。こっからだな。でもめっちゃ発電機固まっとうかな。おった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 。俺には殺人鬼の本能があるんだよ。見えてるんだよね。見えちゃってんだよね、こっちにはよ。もうパンドラの箱開いちゃってんだよね。いいですね。発電機の方に逃げていただけるのは。お前ふざけんな、誰やねん。待てよ。そういうことだよね。道さえ覚えちゃえばこっちのもんなんだよな。いいね。でこれ飛ばせるよね。よし、こっちも残り1だけど、向こうも残り2人。これ血の跡を追えばいいからね。言うて落ち着いて、オッケーオッケー、血の跡さえ追っちゃえばこっちのもんなんですよ。あれ、これうめき声せんな。あれ、サバイバーのうめき声ってせえへんやったっけ。あれ、近くまで行ったらする。なんだこれ、バグか。いや、これ8勝負するか。いや、サバイバーも怖いはずや。血の跡。おっ、おった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 。ろうそくなんて持ってたらダメなんじゃないですか。いや、これろうそくとか持ち損じゃない、これサバイバー側。ろうそく持ってなかったら俺ワンチャン気づいてなかったよね。これもらったわ。ダッシュ系パークないからな。おいしょー。はい、ということで、なんか前評判やとキラー不利みたいなこと聞いてたんですけど、モディファイア全然キラーやれちゃう気がするわ。初日だから結構ね、まあそのお互い、でも俺これ初見プレイだからね、まあ、前回もキラーが割とね、優遇されたようなイベントで、まあランク盛りやすかったっていう人も多かったんですけど、あれ今回も盛りやすいんじゃないの。ちょっと査定だけ見ときましょうか。ワンチャンこれキラー有利の神部かもしれへんぞ。またバグってるじゃんか。はい、ということで、扉を守るものはマジでいつ治るんでしょうか。ということで今回はあのモディファイア消灯モードの悪魔城ドラキュラ編ということで、はい、イベントやっていきました。そうですね。今回からまあ追加されたって言ったら、あのアンチフェイスキャンプシステムかな、あれの範囲が2倍になったとか、サバイバーの発電機回すスピードが 20% アップとか、まあ、その他他にもいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、そんなに、まあ、言うても発電機残り1台か、そんな苦しい感じはせえへんかったな。通常マッチの方がよっぽど苦しいかなって、まあ、個人的には思いましたね。
前回のその消灯モードで初めてキアオランク最一行きましたっていう人もいてるぐらいで、結構ねキアオランク自体はまあ上げやすいというか、まあキラー結構やりやすいイベントにはなってると思うんでね。リージョンなんかも殺人鬼の本能であの一方的にこっちからサバイバー見れるんでね、めちゃめちゃあの楽しいと思うんで、よかったらリージョンやってみてください。はい、ということでありがとうございました。